どうやらこの遺跡の最深部みたいだね。ふぃ、一人で動くのは危険よ。フィー、不用意に近づいたら危ないよ。どうなってるの？光を吸収してる？でも、なんでそんな。急に元気になっちゃって。ねえ、あの水晶の光、もしかしてフィーを元気にするのかな。そうとしか考えられないけど、どういうことだろう。あの水晶って一体。ライザさん、フィーって一体どんな生き物なんですか？え？少なくともフィーみたいな動物がいるなんて聞いたことないですし。あはは、それ私が今考えてるのと同じ疑問だよ。ここにも壁画があるのか。これ、何の絵なんだろう。わからないけど、例えるなら巨大な生物に立ち向かう人間たちって感じかな。ちょっと不気味な絵だね。この巨大生物と人間たちの間に光る点みたいなの、まさかフィーってこと？それはないよ。だってフィーは生まれたばかりなんだし。これは何かのシーンを描いてるのかな。僕らの知らない神話の一部とか。少なくともポジティブな絵じゃない気がする。見ていていい気持ちになれるようなものじゃないし。もしかしたらこの絵が描かれた当時か、それよりももっと前に何かがあって、そのことを描いた絵かもしれない。まさか人間がこんな化け物と戦ったなんて歴史あるはずないですよ。いや、もし本当にあったとするならば、おそらくこの絵に描かれている化け物っていうのは。この声、まさか。アンペルさんとリラさん？何やってるの、こんなところで。それはこっちのセリフだ。まさかこんな場所で再会することになるとは。本当だよ。だって遠く離れた場所で、しかもこんな遺跡の中で会えるなんて思いもしないよ。けど冒険の中で再会するなんて、なんか私たちらしい感じもするかも。確かにそうかもしれんな。でも
人とも元気そうで嬉しいよ。ライザも相変わらずのようで何よりだ。クラウディアも久しぶりだな。うん、久しぶり。こんな場所で会うなんてびっくりだよ。ああ、全くだ。他は新しい冒険の仲間か？え？リラさん、僕のこと忘れちゃったの？まさかタオか？何？お前タオだったのか？ほら、やっぱり3年間で変わりすぎなんだよ。村に帰るのが怖くなってきたな。気づかなくてすまない。見違えるほど立派になっていたのでな。で、新しい冒険の仲間かな？パトリツィア・アーベルハイムです。以後お見知りおきを。クリフォード・ディズウェイ、トレジャーハンターだ。よろしくね。私はアンペル・フォルマーだ。アンペルさんは私に錬金術を教えてくれた先生なんだよ。きっかけを与えただけで先生と呼ばれるほどのことはしていないがな。リラ・ディザイアスだ。よろしくな、パトリツィア、クリフォード。それはそうと、なぜお前たちが王都の近くに？どこから話せばいいかな。いや、今はやめておこう。長話をするような場所でもないしな。私たちもここへ来たのは理由があってな。まあ、目当てのものはなかったんだが。そうだったんだ。でも、こんな広い遺跡なんだからお宝とかあるかもしれないよ。そういうものには興味はない。探すならお前たちだけでやれ。二人はしばらく王都に？ああ、そのつもりだ。用があるときはいつでも訪ねてくるといい。少しの間かもしれんが、またよろしくな。うん、またよろしくね。リラ、どうしたんだ？何でもない。多分私の気のせいだ。さてと、私たちはどうしよっか。実際問題、これ以上調べても何も出てこないと思うんだよね。さすがにちょっと疲れました。だね。じゃあ私たちも帰ろっか。何なのこの大きな騎士。さっきまでのとは全然違うわ。こいつもしかしてさっきの奴らの親玉かも。なんだか知らないけど、こうなっちゃったらやることは一つしかないでしょ。こいつをやっつけるよ。皆さん、敵襲です。正解、連続よ。そこ、やっ、はぁ、正解、連続よ。クリフォードさん、お願い。こいつはどうだ？連続よ。はっ、届いて。それクリフォードさん、先に行ってください。連続よ、任せて。そこ、やっ、はっ、届いて。連続よ。こいつはどうだ？続け。そこ、正解。連続よ、任せてください。
どれにするかな。こいつを喰らいやがれ。援護を任せて。当てる。せっかー。連続よ。どうだ。まだまだ。まだまだ。せっかー。連続よ。どうだ。風を感じて。や、任せるよ。届いて。凍りついて。まだまだ。せっかー。連続よ。どうだ。行くよ。任せな。せーか連続よ。そうだ。届いて。まだまだ。お願い。こんなところかしら。パティ、大丈夫？ごめんなさい。すぐに落ち着きますから。タオ、何か分かった？いや、この鎧からは何も分からないよ。中身があるわけでもないし。本当にただの鎧が騎士みたいに私たちに襲いかかってきたってわけね。うん。いや、待てよ。もしかしてここは空剣島の周辺にあった遺跡と違ってまだ生きてるような気がするんだ。遺跡が生きてる？大抵の場合、遺跡っていうのは過去の遺物になり果てているものなんだ。財宝なんかはとっくに盗掘されてなくなってるから、当時のものなんか残っているわけがない。そこにこういう場所があったということを示しているだけなんだけど、ここはそんな遺跡と違って当時のものが全部じゃないにしろ残ってる気がするんだ。そうかな。私には普通の遺跡と変わらないように思えるけど。そんなことないよ。例えばこの鎧騎士なんかがまさにそれだし。多分だけどさ、こいつは何かの門番とかそういう役目があったんだと思う。それが残っているということはまだここは遺跡になりきっていない、今も生きている建物ってことなんじゃないかな。なるほどね。私たちより前に誰かが倒してたらもうここには出てこなかったはずだもんね。つまり鎧騎士以外の罠もまだまだたくさん残ってるかもしれないね。あまり人の手が入ってる場所じゃなさそうだし、作動せずに今も獲物を待ち続けてる可能性は。怖いこと言わないでよ。けど慎重に行動した方がいいのは間違いなさそうね。パティ、もう大丈夫なの？はい、ご心配をおかけしました。大丈夫です。先へ進みましょう。推理をまとめてみよう。推理開始。
私が知ってるのは、なんだか強い決意が感じられる衣装だな。何かわかりそう。私が知ってるのは、これはないかな。つまりこういうことだね。これは旗？何の旗なんだろう。これは、違うかな。私が知ってるのは、死んだ後も使命を全うしようとするなんて、これって錬金術で使う道具かな。似てるけど微妙に違うし、わかっちゃったかも。これの情報は、これはないかな。そっか、難しく考えすぎてたみたい。綺麗な担当、大切なものだったのかな。これを送った人は長い冬を終わらせる太陽になりたかったのかも。私が知ってるのは、ようやくわかった。おとぎ話？本当にいるとは思えないし。